真田信繁、真田幸村の名でも知られる人物である。戦国武将の中でも人気が高い武将だが、信繁の前半戦に目立つ武功はない。しかし人生の最後に挑んだ戦いでの勇姿が後世語り継がれることになる。日の本一の強者と評された真田信繁の生涯を振り返る。チャプター1、激動の幼少期。1567年、真田家にて信繁が生まれる。信繁、父親は真田昌幸、武田信玄に仕える武将である。昌幸は智謀に優れた軍略家として武田家の中で一目置かれる存在だった。頼りにしておるぞ昌幸。そんな父昌幸のもとで信繁は育っていく。いつか僕も父上のようになりたい。その後真田家が仕える武田家は織田家の侵攻により滅亡してしまう。武田家の滅亡を機に信繁の運命は大きく変わっていく。父上、我らはこれからどうすれば。うむ、わしに任せておけ。父上。武田家という大きな後ろ盾を失った真田家は、織田家、上杉家、徳川家といった巨大勢力に対して時には頼り時には裏切りながら戦乱の世を渡り歩いていく。真田存続のためできることは何でもするぞ。父上はすごい。私もいつか父のような強者になりたい。こうして信繁は父正幸の方針に従い、人質としてさまざまな家を転々としていく。お前があの裏切り者の真田家の次男坊か。お前の父親はいい度胸してるよな。あわわわわわ、これも真田家存続のため。そんなこんなで信繁の激動の前半生は過ぎ去っていく。チャプター2、豊臣秀吉に仕える信繁。信繁が生まれてからの20年間、日本は激動の時代を迎えていた。1582年、織田軍の侵攻により武田家が滅亡。同年、日本各地を支配していた織田信長が部下の裏切りで命を落とす。そして信長亡き後、豊臣秀吉が強大な権力を握った。全国各地の大名たちは秀吉に降伏し臣従していった。真田家の当主である真田昌幸もまた秀吉に臣従した。秀吉の支配の下で戦乱の世は収束していった。そして信繁は父正幸の臣従を機に人質として豊臣家に送られた。お前があの腕利きの真田昌幸の息子じゃな。はい。信繁は人質という立場ではあったが、秀吉から領地をもらうなど厚遇されていたようである。秀吉様の下で戦乱の世は終わる。平和な世が訪れるのだ。私は武士として何もなせなかった。この時信繁は20代半ばであった。特に武功はなかった。チャプター3、関ヶ原の戦い。信繁が豊臣家で過ごすようになってから10数年後、豊臣秀吉が病気でこの世を去る。秀吉が後継者と決めた豊臣秀頼はまだ幼少だったため、影響力を持つ大名たちによる合議制で政治が運営されることになった。しかしめちゃくちゃ揉めた。ああ。こうした勢力争いが天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いへとつながっていく。1600年、関ヶ原の戦い。各地の武将は徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍に分かれて争うこととなる。信繁は父真田昌幸とともに西軍として戦いに参加している。その一方で兄の真田信幸は東軍についた。信幸は徳川家臣の本田忠勝の娘と結婚しており、徳川家と関係が深かったため東軍についたと考えられている。父上、信繁。この戦いの中で正幸と信繁は徳川秀忠率いる大軍を少数の兵で撃退するという功績を挙げている。くふう、さすが真田正幸だ。真田家をはじめとした西軍の奮闘もあったが、関ヶ原の戦いは徳川家康率いる東軍勝利に終わる。西軍に属した者たちは徳川家によって処分されることになる。真田正幸と次男は死罪じゃ。正幸と信繁は死罪とされた。どうか死罪だけはご勘弁ください。いいや、死罪じゃ。わしからも何とぞ忠勝。当初正幸と信繁は死罪とされていたが、信幸と信幸の義理の父である本田忠勝の除名嘆願によって死罪は撤回された。その結果
正幸と信繁は流罪とされた。ありがとうございます、ありがとうございます。どうにか命だけは拾ったな、信繁。ええ、兄上と本田殿に感謝ですね。しかし私の武士としての人生は終わった。こうして正幸と信繁は高野山、そして九度山へと流された。流刑地で信繁を待っていたのは生き地獄だった。チャプター4、流刑生活、紀伊国、九度山。わしらはここで暮らして、ここで死んでいく。その道しか残されておらん。わしはもうくたびれた。父上、流刑生活は正幸の精神をゆっくりと確実に蝕んでいた。晩年に書かれた正幸の手紙には、くたびれたの言葉が残されていたという。九度山に流されてから約10年後、1611年、父正幸が病死する。父上、かつての勇猛果敢な正幸とはかけ離れた最後だった。父の死と終わりのない流刑生活は信繁の精神を蝕んでいった。私もここで死ぬ、何もなさないまま死んでいく。この頃信繁は40代半ばだったが、白髪が目立ち歯は抜け落ちたという。私は何のために生きてきたのだ。信繁は絶望の淵にいた。そんな信繁のもとにある誘いが舞い込む。真田信繁様、あなたの力が必要です。チャプター5、大阪の陣。関ヶ原の戦いの後、徳川家康は江戸に幕府を開き、徳川政権を確立した。そんな徳川家とは対照的に、かつて強大な力を握っていた豊臣家は力を失い、一大名になり下がった。徳川幕府と豊臣家は長年緊張関係にあったが、やがて関係は悪化。豊臣家を完全に潰す。再び争いが生じる。徳川幕府と戦うため、多くの人手を必要とした豊臣家は各地の浪人を集める策を打った。徳川家に恨みを持つ者たちよ、人生を取り戻したい者たちよ、今こそ立ち上がれ。そして九度山で流刑生活を送っていた信繁のもとにも豊臣家からの使者が訪れたのであった。真田信繁様、あなたの力が必要です。あ、私の力を必要としてくれるのか。父上ではなく、この私の力を。なんとありがたい。こうして信繁は九度山を脱出した。そして戦国最後の戦いに挑むのである。九度山脱出にあたり、信繁は親戚に詫びの手紙をいくつも出している。迷いはありながらも、武士の本分を果たしたい気持ちが上回ったのかもしれない。1614年、大阪城、豊臣方の拠点である大阪城に真田信繁の姿があった。信繁率いる真田隊は武具を赤色や朱色に統一した。かつて仕えた武田家の強さの象徴でもあった赤備えを意識したのかもしれない。信繁は大阪城の三の丸南側に土でできた出城を築き、徳川幕府軍の侵攻に備えた。この出城は真田丸と名付けられた。信繁は真田丸にて攻め寄せる徳川幕府軍を次々と撃退した。他の砦が次々と陥落する中、真田丸だけは最後まで持ちこたえたという。奴が真田昌幸の息子、信繁か。この戦いで真田信繁の名は天下に轟いた。信繁を警戒した徳川家は、信繁の叔父である真田信忠を使者として派遣して信繁を懐柔しようとした。信繁、こちら側につけ。今こちらにつけばかなりの好待遇で迎えられるぞ。たとえ一刻を与えられようとも、私は豊臣家を裏切りません。お、信繁は使者の誘いを誇示した。この戦いは徳川家が勝つ、豊臣家は滅びるぞ。お前も分かっているはずだ。私はここで力を尽くすのみです。大阪冬の陣は講和によって終わった。講和の条件として、大阪城の堀は埋められ、真田丸は破壊された。チャプター6、最後。講和から数ヶ月後、1615年、大阪夏の陣。講和は破られ、豊臣家と徳川幕府は再び戦闘状態に入った。戦局は徳川幕府優勢であった。後藤又兵衛様、討ち死に。木村重成様、討ち死に。仲間が次々と倒れていく中、信繁は最前線で戦い続けた。豊臣秀頼様のご出陣を。秀頼様が出陣なされば我らの士気は上がる。
信繁は豊臣方の総大将である豊臣秀頼の出陣を要請したが、秀頼の出陣は最後までかなわなかった。そして豊臣方の敗色は濃厚となっていく。まだだ、まだ終わらん。信繁は決死の覚悟で徳川家康に向かって突撃した。私に続け、家康の首を取るぞ。真田に続け、家康の首を取れ。信繁率いる部隊は徳川の大軍を突破し、ついに家康のいる本陣にまで至った。奴が真田信繁、終わった。信繁の危機迫る突撃に家康は二度も死を覚悟したと言われている。家康の本陣にある馬印が倒されたのは徳川軍と武田軍が対峙した三方ヶ原の戦い以来だったという。しかしあと少しのところで信繁は家康を討ち取ることができなかった。そして傷を負い疲弊した信繁は神社の境内で木にもたれていた。この首を手柄にされよ。そして信繁は松平家に仕える西尾宗次という男によって討ち取られた。享年49。その後大阪城は焼け落ち、豊臣秀頼と淀殿も命を落とした。信繁の死後、大阪の陣での信繁の活躍は天下に轟いた。黒田長政が絵師に命じて描かせたという大阪夏の陣図屏風には信繁率いる真田隊の勇士が描かれている。また島津家の当主である島津忠常は真田日の本一の強者と評した。徳川家康も信繁の勇猛さを評価したという。真田には親子二代で苦しめられた。そして江戸時代に作られたいくつもの創作の中で真田信繁の勇姿が語り継がれた。真田信繁、真田幸村の名でも知られる人物である。人生の最後に挑んだ戦いでの勇姿は後世語り継がれた。今日の名言。明日のことすらわからない不安定な世の中だ。私たちのことはこの世にいないものと考えてほしい。真田信繁の手紙より。次回の日本史漫画は大阪の陣で最もやらかした男、すすきだかねすけの生涯。